はい、お疲れ様でございます。オコジョンです。カードシャーク続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、こちらね、山賊のアジト、まあ島なんですけれども、まあ、船を使ってこちらに渡ってね、山賊の親玉と、まあ、カードバトル、何でしたっけ、12本の牛乳艇の情報をね、勝ったら教えてやるぞってね言って、勝負をいたしました。まあ、結果勝負には勝ったんですけれども、結局ね、そこはまあ山賊ですよ。さすがね、少年の腐った。何にも教えてくれませんでしたよね。まあ、骨折り損のくたびれ儲けとはまさにこのことね。行かなきゃよかった、船だけに大航海とね。さあ、釣ってて、どうしましょうかね。何の情報もなかったからな。まあ、でも新しいところに行けば、新しい出会いが待ってるんじゃなかろうかってね。今カーソルが、ほらほら、会おうとしてますよ。ここだっつって。芸術、全然言ってなかった。芸術家の工房、リオン。ね、こちらに行ってみましょう。ハテナマークになってますから怪しいですよ。早速移動してみましょう。もう本をしまうんだ。文字の練習はそのくらいにしておけってますね。勉強熱心になったな、主人公な。別の種類の勉強をする時間だ。ね、詐欺ね。お前はベルサイユという場所に関して何か思うところはあるか？ベルサイユ宮殿とかしか知りません、先生。はい、いいえ。ベルサイユ宮殿しか知らなくて入って行っていいんだろうか。まあいいえかな。そうか、私はあの場所に関して思うところがたくさんある。たくさんあるんだ。ベルサイユは収集装置のようなものだ。収集装置？我々の世代で最も優れた人材を集め、その桃たちを破壊し吐き出す。物騒なこと言ってるな。ねえ。あの老いた獣士がソフィードビーに、ソフィードビーニーという女の名を口にしたのを覚えているか。ソフィーって言ってましたよね。あ、なんかあったな。老いた獣士さんね。はい。彼女もその犠牲者の一人だ。優秀な人材だったんですね、ソフィーは。ソフィーは流行の画家、クレモン・ベルのお気に入りのモデルだった。あ、モデルさんだったんだ。へえ、さぞ美しかったんでしょうよ。長くは続かなかったかな。ソフィーがルイ15世の歓心を引いたことで、ベルのキャリアは終わりを告げた。ああ、はいはい。なるほどね。ベルさん仕事なくなっちゃったってことかな。我々はこれから寮にあるベルの工房に行く。まあ、ベルさん、ソフィーさん知ってますよってことなんでしょうかね。彼はソフィーの運命について何か知っているかもしれんからな。はいはい。我々はどのように接触すべきかな。自信を持って注意深くって言ってますね。いや、どういうこと？どのように接触するべきか。芸術家。芸術家のイメージは、そうだな。なんかちょっと、やっぱり自分を持ってそうだから、自信を持っていくと、なんだこの若造ってね、帰れ帰れって言われそうだな。自分を持ってるとね、自信家の人に対して自信を持っていっちゃダメなの。注意深く行きましょう。ね、あんまり選択肢で ね、迷いすぎてもね、時間がかかりますんで。ベルは芸術家だ。カードの経験はそれほどないだろう。はいはい。我々は策略を駆使して彼の注意をかく乱する。お前はカードを集めながら有利なスタックを作り、これちょっと待って、もう詐欺の内容に入ってるかな。シャッフルとカットしながらそのスタックを維持する。もう入ってるな、これ。テーブルに座ったらお前はフルハーベストを駆使して私が有利になるスタックを作る。ああ、フルハーベスト、やったな。かき集めるんだよね。麻雀でいう、積み込みですよ。はいはい。トリックをおさらいしておくか、それとも次に進むか。ちょっと待ってください。おさらいか。一応しておきます。ね、大丈夫だよって言って、いつも引っかかる男ですよ、オコジョンは。ね。おさらいをする。ね、ちょっとおさらいしていきましょう。いいだろう。教えてからそれなりの時間が経っているしな。結構時間経ってますよね。この物語の中でも、現実でも。
これはテーブルの上のカードを自分が有利になる順番でかき集めることでなされる。自分がディーラーだったらどのようにカードが配られるか想像してみろ。そうね、こうやってね、私はお前の右に座っているから配られるのは最後だ。そしてそこに強いカードを持っていきたい。配った時に私に強いカードが行くように、カードをかき集めてみろと言ってますね。はい、なんとなく思い出してきましたね。主人公は一番初めだからあんま関係ないですよね。でこう光ってて、強いカードがだからこうかき集めて、で今度はこれをこっち側にかき集めるんですよ。そうでこういくんですね。完璧だ、完璧でございました。やっぱ覚えてたな。次はスタックを維持しながらシャッフルする。フォールスリフトシャッフルを使ってな。こいつは最近覚えたばかりだから練習は後でいいだろうって言ってますね。はい、練習は後でいい。うん、そうなの、置いといてってこと。次に進む説明を聞くって言ってますね。じゃあ次に進みましょうかね。では次のステップだ。もう元気がいいな、サンジェルマン今日は。次は新しいトリックだ。新しいトリックが始まった。うん、ちょっと注意深くいきましょう。お前にフォールスカットの妙技を教えてやろう。妙技ですね。妙技って言葉好きだな。デッキのテーブルの上に置いた状態で下からカードを何枚かスライドして抜き出せって言ってますね。はい、そしてそのカードを仰々しくでいいのかな、高く持ち上げ、それからテーブルの上に置く。仰々しくであってて、お願い、本当神頼み、これは本当にすいませんそして残っていたカードをさらにその上に重ねる。カードを高く持ち上げることでそのカードをまるでデッキの一番上から取ったように見せかけるのだ。はあ、よくわからんぞまた。え、いやそう、うん、こんな顔してますよ僕も。な、え、何言ってんのこいつってね。お前の考えてることわかってる。いやほんと当ててみじゃ。うん、当ててみな。こんなことで普通、こんなことでは普通憧れだって騙されん。だがな、まあやってみるがいい。いや当ててよ何、あ、そんなことできんの、赤子だって騙すなよサンジェルみたいな。うん、正解、正解ですよ、合ってましたね。あ、何あ、一筆書き、あ、間違えた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 、ちょっと違うな、もう一度やってみる。すいません、難しいな、ちょっと待って、はいはい、いや、ちょっと十字キーこう、いや待って待って、全然いかない。ちょっと待って、ちょっと違うな、もう一度やってみる。難しい、ちょっと待ってくださいね、これ時間かかりそうだな。いきますよ、いきますよ。まず下、はい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 、あーよかった、いったいったいった、危ない。そうだ、それでいい。本当に大丈夫。いや、あのスイッチのリモコンがこうね、あのスイッチ触ったことある人わかると思うんですけど、あのリモコンというかこうなんていうの、十字キーがね、レバーなんですよ、レバーレバー、ブラボー、本当にいい感じだって言ってます。すごい褒めてくる、ありがとう。でも本番じゃ分かんないよ、うん、レバー操作だからね。結果的な、あ、関係ない、効果的なトリックだがデッキをカットするたびに使っていると怪しまれる。はあ、ではって言ってますね。お前のその賢い頭脳を駆使して自分なりのバリエーションを作ってみろ。賢い頭脳か、分かってらっしゃるな。お前ならできる、自分の直感に従えって言ってますね。最後は直感、インスピレーション、よし、通してやれるかどうか見てみるとしよう。ああ、本番ですか、本番っていうか練習の前の本番。はい、そうね、はいはい、今行きますよ。はい、緊張するんだよな。サンジェルは2番目にいますね。2番目に行くようにする。まずこれをじゃあこうしてこうだな。はい、フルハーベストね。今度はさ、一番初めにいるから、あ、1個あるじゃないですか、これを取っていく。はい、それで、それでいて、それでいての、これをこうかな、これでいったんじゃないですか。あ、いったいったいった、よしよしよし、これで OK だ、 OK、 はい、はい、もういいですよ、適当で。はい、 OK、 行きましたよ、行きました、いいですよ。はい、
あ、これやりましたね。ペラペラペラです。ペラ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 。待って待って待って。あ、いやいやいや、すげえ。相変わらず下手下手だな、これは。あ、これね、はい、いきますよ。これが難しい、これが。あい、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 あい。あ、よし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 。このタイミング、このタイミング。うまくできたな。できましたね。一発で成功するとな、ちょっと不安だよな。偽りの収集人とありますね。問題なさそうだな。もっと練習したいというなら止めはせんが、ちょっと練習させてください。またすいません。できました。じゃあ本番行こうみたいなね、そんなね、一流の俳優みたいなね。一流の俳優ですね。そんなね、度胸ないですよね、おじさんは。練習します。すいません、ちょっとね、行きましょうよ。分かった、後で後悔しないためにもな。はい、そうね、ちょっとこの辺はカットします。またね、後でお会いいたしましょう。よろしくお願いいたします。はい、 OK でございます。よっしゃ、練習終わりましたね。よし、必要以上に追い込んで疲労するのも良くないからなって言われてますけれども、必要以上に追い込みました、自分をね。多分大丈夫だと思います。フォールスシャッフルでしたっけ、あのペラ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 以外は。いけると思います。やっていきましょうよ。クレモンと会ってその工房を見るのが楽しみかって聞かれましたね。困惑する。はい、工房か。まあ、なんか職人さんのね、職場結構楽しいですよね。へえ、こんなの置いてあんだとかね。しかも芸術家でしょ、高そうなものがいっぱいあるんじゃないの。お前の描いたスケッチを見た、なかなか才能があるようだな。あ、絵がうまいんですよ、そう、主人公ね。うん、だが我々の目的はソフィーの居場所を知ることだ。それを忘れるなよね、周りに、ね、あんまり気を取られないでくださいねって釘を刺されましたね。彼の色彩理論を聞いている時間はないからな。話すのは私に任せておけ。はい、わかりました。はい、色彩理論、そんなのあるの。って言ってますね。まあ主人公絵が上手いからね、ちょっと気になるんでしょうね、色彩。お前もわかっているはずだ。うん、何が。リオン、フランス、着きましたね。はいはい、じゃあ続行していきましょう。あ、綺麗だな、本当に。釣りでもしたいですね。釣り一回しか行ったことない。ベル先生がすぐに現れるといいがって言ってますね。まあ待たせてるな、芸術家やっぱりな。なんだろう、忙しいんでしょうね。見ろ、彼は精力的に描いているようだが興味深い。あ、絵が飾ってありますよ。はい、え、なんだ、あ、うろうろしていいの。あ、すごいなこれ。あ、あの一番でかい絵、でかいイコール高いみたいなイメージがあるぞ。あれだな、一番気になったのは。彼はベルトにカードを隠しているな。え？ベルトにカード？全くずさんのトリックだ。あ、何？詐欺の手口が書いてある絵なの？ねえ、トリックアートだ。この芸術家は我々の妙義を全く理解していない。はいはい。でも、ずさんなんですね。やり方は全然なっちゃいないってね。まあ詐欺も芸術みたいな評価をサンジュールはしてんのかな。いや、詐欺は詐欺だよ。じゃあいろいろ見ていいんでしょうね。あ、なんか女性の絵、これが女性の絵かな、これかな。チーンって何、この女性は誰かに似ているな。うん、デボラ、デボラ・チャーチルか。え、ふむ、彼女に間違いない、このしかめっ面などそっくりだ。悪口じゃない。デボラ、ここでアンリ・ダラミツの姪にお目にかかるとはな。ああー、はいはいはい、あ、デボラさん会ったことありますね。そういえばね、一緒にカードゲームやったね。うん、アンリ・ダラミツの姪ね。偶然にしてはできすぎている。あー、つながりがあるんでしょうかね、ベル先生と。これ全部見るのかな。まあ絵は、絵見るの楽しみだからな。でも忘れちゃうぞ、ちょっとあんまり時間使いすぎるとね。サンジェルマンの嫌な予感が当たるぞ。これはなんだ、わからないか。カードで勝負をしている、イカサマをしているのか。あ、そんなわからないの。わからないのか。
なんだろうな。うわ、芸術はわからないな。この絵の桃たちは楽しい時間を過ごしているようだな。はい。これはモダンアートというやつかな。うん、モダンアートね。この絵は見覚えがある。フェルメールのエマオの食事だったかな。エマオさんの食べる風景か。はい。フェルメールって有名ですよね。きっと贋作だろう。贋作かい。偽物かい。ね、フェルメールって有名ですよね。何でしたっけ？耳飾りの少女でしたっけ？名前間違ってたらすいません。あれ、すごい綺麗ですよね。月並みな感想。技法はフランス、テーマはオランダ、スタイルは？ふむ、どちらかというと、アメリカを彷彿させるって言ってますね。わかるの？サンジェル。適当こいてんじゃないの？この詐欺師。全部見たかな？あ、まだありますね。まだある。あ、ちょ、忘れちゃうよ、本当に。何これ？なんか彫刻なのかな？絵筆でいいんかな？うん。絵筆か。一つ思いついたぞ。はい。何をしている？早くそれを取れ。え？絵筆？あ、絵筆？絵筆か。筆？ 絵筆かな？早く、はい、止める。よし、うん、はい。筆を取って、どうすんの？よし。はい、取りましたね。パクったな。ちょっと。ほら、あ、見っかっちゃった？大丈夫？見られてない、今のシーン。誰だね、君たちは。クレモンベルが来ましたね。先生のご到着だ。ゆっくり歩いてくるなぁ。人待たしてんのに。支払いは来週すると、クエンティン殿に伝えた。手下のゴロ付きを送る必要ない、必要などないはず。ちょっと、借金あんの？ベル先生。ちょうど絵が数枚売れたところだが、私には彼の前に金を返すべき相手がいるのでね、借金まみれだな。あ、でもまあ、絵ってね、食えないんですよね。うーん、確かに。フェルメールも確か苦労したって、うん、聞きましたよ。はい。どうしたの？サンジェル。どうしたの？主人公。あなたは誤解をされているようだ。クエンティンさんはあなたの負債を帳消しにするチャンスを与えるために我々を派遣したのです。ああ、口から出まかせを。クエンティンさんって全然見ず知らずの人を使って。だが、ふむ。勝負の結果によってはクエンティンさんがあなたに金を返す立場になるかもしれませんぞ。あ、そうなの？それは魅力的な話だな。やるか。今の話を現実にしようじゃないか。まあ、クレモンさんも切羽詰まってんのかな。ね。ちょっとあ、すいません。ちょっと待って。忘れちゃったかも。待って待って。ちょっと、詐欺師モードに入ろう。頑張るぞ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。そう、頑張れ、頑張れ。いきますよ。はい。思い出せ。練習したじゃん。思い出して。いきますよ。はい。カードかけましょう。カードじゃない。お金かけましょう。いきまーす。緊張する。はい。サンジェル、なんで3番目にいんの？ちょっと。2番目だったじゃん、練習では。こういうのがある。こういうやつが。ちょっと待って。いや、大丈夫、大丈夫。落ち着け。落ち着いてやれば大丈夫。落ち着いてやれば大丈夫。はい、オッケー、オッケー。よしよしよし。フルハーベスト。完璧なんじゃないかな。いいぞ。ちっとも疑ってない。この先生。ちょろいぜ。行くぞ。行くぞ。はい、行くよ。これがいつも、これがいつもね、あれなんですよ。ちょっと、これがいつも。あ、いや、うまかったんじゃない？今うまかったんじゃない？すごいうまかったんじゃない？で、これね、一筆書きね。はいはいはい。これはいい。ラッキーチャンス。ラッキーチャンス。オッケー。オッケーオッケーオッケー。完璧でございます。勝ったんじゃない？勝ったんじゃない？ふー、練習の成果出た。ほれ、見たことか。勝負の月には恵まれませんでしたが、あなたは大変な才能の持ち主ですな。絵を褒めてくださっていますよ。そうかね。うん。嬉しいですよね。やっぱりでも自分の作品を褒められるってね。うん。ウキウキしちゃう。特にこの絵は素晴らしい。これはあなたのお気に入りというソフィー・ドビーニですかなって言ってますね。ソフィーの話をね、こうやって出してきましたよ。いやいや、彼女の姉、デボラさん。姉だったの？デボラさんって？すげえな。
これすいません、なんかサラリーマン営業とか やられてる方参考にした方がいいんじゃない、この聞き方っていうか誘導尋問ね、こういうの30万結構勉強になるかもしれないって言っててね。姉ですか、それは気づきませんでって言ってますね。うわー、彼女たちの関係を知る者は少ないからな。うわー、すげえな。だが今は勝負を続けようね。サンジェルやるな。だってデボラって知ってましたもんね、サンジェルね。なのに鎌かけたんですよ。釣っててかけましょう、鎌もかけて。ああ言ってる間にちょっと待って、待って待って、どうしよう、どうしよう。あ、これだ、はい、これこうして、はい、行って、で、3番目、ちょっと待って、3番目、あ、はいはい、こう、あ、待って、これさ、先生にもすごい強いカード言ってない大丈夫なのかな、先生にもすごい強いカード言ってません、これ。大丈夫、大丈夫かな、なかなかどうして強いんじゃない。あ、大丈夫か、ちゃんとチェックマーク入ってますもんね。はい、じゃあペラペラペラいきましょうか。いきますよ、ペラペラペラ。これがね、苦手なんですよ。あ、いったんじゃない、大丈夫。混ざっちゃったかな、今。混ざっちゃったっぽいぞ。大丈夫か、あ、これ早い早い、すごい早いな。疑ってくるな。大丈夫かな、大丈夫じゃなかった。大丈夫じゃない。やっぱりダメだ。クエンティン殿は喜ばんだろうな。そうね、知らず知らずのうちにね、負債が減ってるわけですから。もう。ちょっと負けるわけいかないよ、クエンティンさんの見ず知らずのね人のためにも。ちょっと頑張って、はい、いきますよ、はい、これね、こうで、はい、こうで、はいはい、オッケー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 、いい、でこうしようか、はい、いいんじゃない。あ、間違えた、うわ、あ、しまった、しまった、やばい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 、待って待って、これ大丈夫かな、これ大丈夫かな、一応追加と言ってるよ、全部じゃないけど、え、こう、ありかな、ちょっと待って、間違えた、間違えてしまった、しまった、ちょっと待って、はいはいはい、はい、ゆっくり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 、え、混ざっちゃダメ、混ざっちゃダメ、混ざっちゃダメ、はい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 、で、で、はい、いきますよ、早い早い、これ早い、いいよいいよいいよ、これ負けちゃうのかな、これダメかな、ダメ、うわ、嘘、いや、カードは強かったじゃない、面白い勝負でしたな、おめでとうございます。見事な勝利でした。クエンティンさん、ごめんなさい。借金がなくなっちゃった。え？あ、まだいけるの？まだいけるの？まだいける。まだ負けてない。僕たちは。かけよう。行くぞ。行くぞ。行くぞ、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 行くぞ。待って、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 待って。あ、まずこれ、まずこれ。落ち着け。落ち着けばいい。大丈夫、落ち着けば大丈夫だ。はい。で、これ。はい。で、2枚目を、はい。はい。はい、はい、はい、OK。で、2枚目。大丈夫かな？大丈夫だよね。確認して。確認大事。指差し確認。指差し確認。よし。よし。よし。OK。大丈夫。よしよしよし。ここまで大丈夫。よし。あとはシャッフル。シャッフル、シャッフル。シャッフル。シャッフルいきますよ。はい、はい。怖い、これ。すごい怖い、これ。ちょ、ごめんなさい、本当に。明らかに怖がってる、もう怖い、ほんと怖い、何、あ、そのパターン分かんない、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、よかったよかった、ちょ、左腕つる、左腕が痛い、力入りすぎてる、ちょっと、あー、大量にお金もらった、楽しい時間をありがとうございました、ベル先生。君はソフィーに興味があるようだな。そうだよ、ソフィーの情報聞くんだよ。はい、あ、はっきり言うね。20年経った今でも私は彼女の笑顔と優しい指先の感触を思い出すことができる。ちょっと待って、優しい指先の感触なんで知ってんのねえ、芸術家とモデルの間柄じゃねえぞ、できてんな。だが王は私の元から彼女を奪い去った。まあ王に取られたんだよね。うん、しかし彼女と王の関係は単なる一時的なものだったと思いましたが、ああ、なるほどね、一時的か、ワンナイト？これを喋ったら自分の命が危ないことは分かっている。だが、うん、どうしたの先生。ソフィーと王は密かに結婚したのだ。あ、結婚したんだ。あ、王もマジで恋しちゃったってこと？へえ。そして彼女は姿を消した。うん。
頼む、これ以上は話せん。そこをなんとか、もう一声。ダメか。いやでも有益な情報でしたね。デボラさんが姉だったんですね、ソフィーさんのね。うん。で、結婚してましたってことね。なるほど、なるほど。ジャーナル旅の記録を確認できます。さあ、芸術家の工房ベル先生とか完了してますね。まあ、前回よりは、ちょっと物語が進んだんでしょうかね。うん、情報はね、有益な情報を得ることができましたね。はい。なるほどね。まあ、ソフィーさんをなんでサンジェルマンは探してるんでしょう。それ言ってましたっけ。なんかなんで探してるんだろう。サンジェルマンもなんだろう、ソフィーさんのこと好きなのかな。まあ、そんなに美しいならちょっと会ってみたいな。